どうもガブリエルです。今日は千里眼についてお話しします。代々木上原駅から徒歩約10分でラーメン普通を頼みました。コールは野菜ニンニク唐揚げでした。唐揚げとは揚げ玉に唐辛子をまぶしたものです。席は、一覧みたいに一人ずつのパーソナルスペースで区切られてました。麺は浅草開花楼さんから変わって自家製麺に変えたもので、太麺でゴワゴワしてました。食感はもうかなり癖になるんじゃないかなと思いまして、麺は約 300g、 スープは乳化タイプでコクがあり美味しく、豚は1枚入っておりまして少し小ぶりですが、豚バラロールで美味しかったです。野菜はほぼもやしでシャキシャキ、唐揚げはピリピリといい刺激になりました。インスパイアとしてはかなり癖になるラーメンじゃないかなと思います。この麺が本当に癖になりました。ぜひまた伺いたいなと思います。